どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。先ほどクラッシュオブクランの公式さんから発表されたアップデート内容を超速報で皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ご覧の通りタウンホール11なのかな、ガーゴイルレベル7が登場ということです。そしてヒーローとかですね、兵舎、呪文工場の生産アップ、要するにブーストですよ。ブーストを今までは2時間でエメラルド10個でしたけれども、1時間5エメラルドでブーストすることが可能になりました。早速皆さんのお楽しみのガーゴイルレベル7が攻めているところを皆さんに お見せしたいと思います。はい、まずこちらはですね、ラバルガゴということでございます。皆さんですね、ラバルガゴやっぱトロ上げしてる方とかね、やってるのではないでしょうか。はい、まずこんな感じでやってますけれども、じゃあここ飛ばしましょう。はい、こちらもラバルガゴあるあるですよね。さあ、ガーゴイル出てきました。まあね、これを見て、例えばペッカレベル5とかが来た時はこんな強いんだとか、ドラゴンレベル5が来た時はわ、こんな破壊力、うわーすげえわーってなるんですけど、こう見るとね、なんかこう単体で見てしまうと、なんかまあ強いんだろうな程度なんですよ。ということで次はですね、皆さんこれやってみたいんじゃないですか。ガゴ120体早速見ていきましょう。例えばレイジレベル100が出たとか言ったらうわーってなりますけども、まあレベルちょっと上がって、攻撃力上がって、耐久力ちょっと上がった、いやしかしウィザードタワーレベルいくつでしたっけ、レベル9でしたっけ、出たからちょっとなるほどな、納得っていう感じですよね。はい、ということで、今回は皆さんにリプレイを見てもらいました。次回もですね、アップデート明日なのかな、まあ明後日なのかな、アップデート情報が追加された瞬間に皆さんにシェアしていきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。